こんばんは、魔界闘士です。喧嘩団長に、今井兄弟を助けに行くところになります。これで、120キロとは、とても思えませんね。体感40キロなんですけど。南の方に高速道路があるので、せっかくなので、使ってみましょうか。電車やタクシーで行った方が早いのですが、フルスロットルなどとタイトルが煽ってくるので、今回くらいはバイクで行きますか。音楽でも流す。Your attention, please. Read our lips. Yeah. The best commercials. And pop fluff in between. Yes! Lips 106.Hey folks, it's Andy, riding on the Lips 106 airwaves. Today, I'm gonna play you some sassy ladies from the 70s, 80s, and 90s. Here's a taste for ya. To my music, to my stereo, to my video. どうやら一番乗りだったみたい。やべえ、やられちまってるぞ。くそ、ハシマ、ミシマ、ギョケン、死んだったか、くそ。またてめえらか。兄弟の今日は無事には返さねえぞ、こら。あれ、こいつは日中の狂犬じゃねえか。そうっす。こいつらそこいらの兵隊とは訳が違いますよ。へえ、ふぬけになってるって情報だったからな。ま、今となっちゃどうでもいいけどよ。寮の仲間にならねえっつばっかな小僧だしな。おい、おっさん、お前は何者だ。てめえがこいつらの飼い主か。飼い主？面白いこと言うね、あんちゃん。まあ、そんな感じだけどよ。だったらてめえもこの場で眠らせてやんよ。あんましこの俺を舐めてんじゃねえぞ、小僧ども。俺様が本気になったらつべこべ言わずにかかってこいよ、マスクマン。お前ら全員まとめて眠らせてやっから。田代さん、応援呼びますか？え？応援？あ、もう呼んでやるよ。俺はその辺手際いいからな。何？おお、来てやったぞ、田代くんよ。腐ったビリーカーン。昔ボンガロのビリーカーンが子供心に怖かったです。暴漢競争連合、ラウド武蔵山支部支部長、黒沢匠。暴漢競争連合幹部の中でも、その実力を高く評価されている黒沢。今では、暴漢競争連合が最強ではあるが、かつては、暴漢地域で最大規模の連合軍を従えていた、ラウドの武蔵山支部の頭を務めている。おう、よく来てくれたな、黒沢。早速だがよ、このボンクラどもをやっちまってほしいんだわ。あ？三島も橋場もあんただっているじゃねえか。なんで俺がそんな弱い者いじめしなきゃいけねえんだよ。俺はごめんだね。だってよ、三島も橋場もこいつらに一回乗されてんだぜ。こいつらだけで叶うわけねえだろ。だからこうして頼んでるんじゃねえかよ。うるせえ、やらねえったらやらねえ。俺はラウド武蔵山支部の支部長、黒沢匠だぞ。なめてんじゃねえぞ、このマスク野郎が。
おい三島、てめえらだけで十分だろうが、あ？ち、当たり前だろうが、てめえらなんぞの手は借りねえよ。ハル君、マジかよ、やばいって。うるせえぞ、わしはやるしかねえだろうが。田代さんもお願いします。お、俺は今日調子悪いから無理だ。あ、痛い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 、腹が痛い。昼のラーメンが当たったかな。そんな、しゃあない、俺らだけで行くぞ。橋は何度やっても同じってことを思い知らせてやる。よし、手柄もらっちゃおう。てらえ、今日のしんのすけもキレがいい。サンシャイン撃破だそうです。田代さ、うわっ、近寄るんじゃねえ、このクズが。そんな、ひどすぎる。俺は使えねえ野郎はでっきれいなんだよ。お前ら劣化はもうしまいだよ。田代さん、あんたよ、いくらなんでもあんまりじゃねえか。敵ながらかわいそすぎるぞ、その二人。やかましい、覚えてろよてめえら、料理頼んで速攻潰してやっからな。やかましい。おう、そっちの兄さん、なかなか腕が立つようだな。なかなか、へえ、この極光の狂犬様をなかなかとはね。そういうあんたはどの程度なんだよ。ああ、試してみるか。望むところだ。しんのすけ、手出すなよ。お、怠慢かよ。ちょっと回復させてもらいますね。よっこらショット。後ろは漏らした手なんでガードするんだよ。一冊来たので距離を取ってと。税込み実機蹴りが悪いのでステータス上げる。テンポ最悪。なお、蹴りが悪いのは引き分けイベントだからのようです。喧嘩ってのはどれだけ狂ってるかが疑問。喧嘩中はバイクで引いても効果ない模様。やるじゃねえか。え、狂犬さんよ。そういうあんたもなかなかじゃねえか。よいし、よし、あしろ。こんなところで何してやがる。邪魔が入っちまったな、狂犬。またいずれな。ああ、次はきっちり決着つけてやるよ、黒沢。黒沢、俺も乗せてくれ。ち、乗れ。待ちはだしょ。あばよ、クソ野郎。やろう。よし、大丈夫か、ヨウジさん。し、新人。おう、ヒロシ？どうなってんだ。多分この二人が陽一さんたちを助けたんじゃないかと。誰だこいつら。俺らの新しい仲間だ。チュース、
よろしくお願いします。自分もよろしくお願いします。お、確かになかなかいい面構えだ。安尾が仲間にするだけのことはありそうだ。それにしても俺ら兄弟は情けねえ。でもよくやってくれたね。ありがとうよ。いやそんな。それにしてもあの田代ってやつは何者ですか？安尾先輩知ってるんですか？ああ、一年前の戦争でいろいろあったよ。俺のことを相当恨んでるはずだ。ひょっとしたら今回の一件にも一枚噛んでるのかもしれねえ。さっきバイクに乗ってたのひょっとしてラウド武蔵山支部の黒沢じゃなかったらしいな。なかなか強い野郎だったぜ。お前まさか黒沢と怠慢張ったのかよ。ああ、まあ決着はついてねえけど。すげえ、あの黒沢ってやつは相当な有名人だぜ。それと渡り合うとは。なあ新人、お前らには借りができちまったな。おう、もし何かあったら俺らを呼んでくれ。力になるぜ。ありがとうございます。どうやら陽一陽次もお前らのことを認めてくれたみたいだな。よかったじゃねえか。はい。今井兄弟のピンチを救い、いきなり株が上がった極光の強権だが、この戦闘を境に極東連合対東韓競争連合の抗争はさらに激しさを増していくのだった。ここからはお使いイベント2つです。彼女イベントカット必須ではないと、村上イベントカット必須。ただどちらもお使いするだけのものなのでスキップしても OK です。交通違反をすると高くなるのも不要だと思いますね。めちゃピンクになってるじゃないか。あ、うん、あの、うん、ねえ、え、ごめんね。うん、ありがとう。お、お前、いくら足すさんだからって2分ってのは。本当？よし。ありがとう。好感度を上げている間に次のイベント発生です。女子校に LINE だそうです。さすがに遠すぎますね。電車で行くとします。Thank you.
バイクでも落ちてるといいんだけど。チャリはいらないし、さすがにじいさんから奪うのはね。高齢化が進んでますね、かっこ諸業務上。あ。ああ。あ、マジ？新しいの買いよ。うん。マジ？あ？え？よし。駅と学校の途中とはとても言えない場所なんですが、非合法のやつ。おう。ああ。ありがとう。ああ。タクシー。せっかくなので乗ってみますか。こりゃ、便利、喧嘩番長にフリタクシーになりそう。では、この辺で区切りが良いので、ここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。